15日午前1時45分ごろ、半田市潮飛町の信号のない交差点で、バイクで勤務先に向かっていた会社員の男性が車にはねられました。はねた車は現場から立ち去ったため、男性が自ら警察に通報。事情を説明した後に自分で病院に行きましたが、右の鎖骨を折る重傷です。警察によりますと、バイクは前輪のほか、右のウィンカーとミラーが破損しているということです。また事故当時は暗く、男性は逃げた車の車種や色などが分からなかったということです。現場は工場などが立ち並ぶエリアにある信号のない交差点で、警察は逃げた車の行方を追っています。